にちは、柴田です。今回は90年代のギブソン・レスポールスタンダードとカスタムを鳴らし比べていきたいと思います。現在カスタムはですね、かなり高騰しております。もうね、90年代のものになると40万円は優に超えてですね、もう50万円に迫ろうかという勢いでございます。スタンダードの方はまあ安定しているんですけれども、若干上がりつつ、おおよそ定価ぐらいの価格になってるんですかね、25ぐらいですかね。すごく差がついてはいるんですけれども、もともとはね、定価は5万円ぐらいの差なんですよね。これがね、多分90年代28万ぐらいで売られてて、でスタンダードがまあ23、24、25みたいな感じ、まあ、今となっては倍まではいかないですけれども、かなりの価格差が出ております。今回鳴らし比べるこの2つはですね、ピックアップ490と498同じなので、なかなか面白い比較になるんじゃないでしょうか。まず生音からいきましょうかね。ではスタンダードの生音からいきます。ギブソンっすね。うん、ギブソンらしい。これぞギブソンという風な感じですか。あ、ネックはですね、若干だけ太いけど、めちゃめちゃ質感似てます。こっちの方が大きいですね。お、なんか若干まろやかな感じはします。スタンダードの方がガシャンガシャンみたいな感じでしたけど、ちょっとまろやかですね。どうしようかな。クリーンはまずスタンダードからいきましょうかね。ではリアからいきます。これはね、僕いつも弾いてるんでね、あんま感想とかないんですけど、サウンド。さてさて、どのような違いがあるのか、まあ、特徴としてはね、指板でしょうね。指板がエボニーです。でリアから、おカラッとしてる。生音の時はこっちの方が温かみがあったんですけど、アンプ通すとこっちの方が硬い。さすがカスタム。でもフロントはね、こっちの方が広がる感じ。うん、ミックスいきましょうか。やはり違いはありますね。このリアのカチッと感が、これは歪ませてもしっかりとなんかオープンコードの分離感が出そうな感じ。
り膨らんでく感じ。でもリアはパキッとしてるような感じ。結構ね、違いが出てくるんじゃないかな。じゃあリアからいきましょうかね。ミッドが出てる感じしますよね。これもそうですね。こっちの方がミッドが出てて、カスタムの方がローが出てる。カスタムの方がちょっとドンシャリより、まあ、そんな印象ですね。行きましょう。というふうな感じでございました。やっぱ結構違いますね。カスタムにしかないレンジ感というか、ハイのキラッとした感じ、この辺なんかやっぱ特徴的ですよね。うん、スタンダードはやっぱノブとさがある、強調されてる、まあ、それぞれ、ね、スタンダードにしか出せない音、カスタムにしか出せない音、なかなか面白い違いだったんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。